山本つとむは、日本の政治家、元衆議院議員、滋賀県出身、滋賀大学卒業後、小学校教師として勤務する傍ら組合活動を行う。その後、専従役員として、滋賀県教職員組合委員長等を務める。1983年、第13回参議院議員通常選挙に日本社会党公認で、 滋賀県選挙区より立候補するが、自由民主党候補の川本格造に、大差で敗れ落選。1990年に行われた第39回衆議院議員総選挙に日本社会党公認で、旧滋賀県全県区より立候補し当選。以後4期連続当選を果たす。1996年、旧民主党決闘に参加。 小選挙区制施行後の1996年の第41回衆議院議員総選挙では、滋賀県第1区から立候補。小選挙区では、新進党候補の川端達夫に敗れるも、比例復活当選。1998年の院内会派、民主友愛対応国民連合による、新民主党結成に伴い、川端が民主党に合流したことで、2000年に、 行われた第42回衆議院議員総選挙では、川端に選挙区を譲り、自らは比例近畿ブロックから単独で立候補し、当選を果たした。議員在任中は、環境委員長、民主党氏が県連代表等を務めた。また、国立大学の独立行政法人化反対や、民族学校の大学受験資格付与運動の代表として活動した。 2003年の衆議院選挙には立候補せず、政界からの引退を表明した。その後は、民主党氏が県連上任顧問を務める傍ら、林久美子参議院議員の後援会長を務めていた。2010年1月4日、陰頭がんの試し去。77歳遺没。不法、山本務氏、産経新聞2010年1月8日閲覧。 ありがとうございます。